洗濯機ソフトあります。いや、甘やかす人の集まりではない、ここは。19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。トゥーさん、おからさん、モンブランさんと当たりました。ありがとう。否定的コメント多いもん。いや、みんながみんなじゃないけどね。これが最後のあれですね。チクチクしよう。ファーストスター4位でした。否定的なコメントはしないけど無意味なコメントしてた。確かにいやでも全然ありがたい。本当に私が間違ったことをちょっと言ってたりしたら、そりゃ正してほしいけど、ご飯食べました、もう12時ぐらい。コウくん、アオイちゃん、フーちゃんがいるのにすぐオキちゃんに乗り換えたのはないと思った別に乗り換えてないですよそんな特定の人と仲良くしようって思ってないよ。そんな、しかもオキちゃんとは 2,3 ヶ月ずっとほぼ2人で一緒にお仕事してたんだからね。乗り換えっておかしい。スマホ見たね、マジ。乗り換え？チクチクしよう。今日は前回、これは配信でしてないんですけど、自分の趣味で
作ったサンチェの女の子バージョン、フレッチちゃんを作っていきたいと思います。よし、売り物みたい、嬉しい。ディズニー感ある、本当。そうですね、もうザクザク BGM をぜひお楽しみください。皆さんはね、売りたいんですよね。私も売りたいというか、なんかもう私の作品たち、皆さんの手元に行けばいいなって思うんですよね。私もどんどん作品が増えてったらさ、大変だし。ポテトはね、ここ柔らかいのにね、テディここ硬いの、詰め込みすぎた。逆にポテト多分ここら辺空洞なんだよね。まずフレッチちゃんの画像検索しなきゃ。いや、オキちゃんにさあげたいんですけど、なんかオキちゃんがさ、なんか断捨離っていうか家に不要なものを置かないみたいな言ってたんですよ、ちょうどテディ作ってるぐらいの時に。でなんか、あ、これ私渡してもなんかありがとうって言ってもらえるかもしれんけど、いらんなって思われるかもしれんなって思ってあげれなくなった、気持ち的に。ちょっとね、サンチとフレッチね、毛の色が違うんですけど、それは表現できるかわからないよね。玄関ぐらいには置いてくれるかなとは思うけど、ちょっとね、欲しいって思ってもらったものじゃないじゃないですか。針が刺さってた、危ない。そうだな、おー、フェルトも少なくなってきてる。まずこれで顔の土台を作っていきます。
新しく買ったので、ニードル。今回は目打ちも買いました。でも目使わないね、サンチフレッチェは。なんか作りたか、あ、うどんの。そう、これをね、皆さんの手元に届くようにしたいんだけどさ、私も。わあ、素敵。目打ち。痛そう。痛い。目打ち素敵だな。ここが木のところがいいね。これは使わないので置いておきます。まずは一旦丸を作りの、でほっぺたをつけの、鼻をつけの口をつけますね。あんまり覚えてないな、これ作った時どうやってやったか。うまいな私。横顔が可愛い加減、このほっぺたの膨らみ具合とか。よし、まずは丸を作ります。これぐらい取って、これをザクザクして、メンバーとかをさ作ったらさ、皆さんどれぐらいで欲しくなりますか？いや別に値段はねなくてもいいんだけどさ、でも材料費とか考えたらいりますよね。久しぶりだ、この感じ。雨音とザクザク音と私の姿。硬いな、結構詰め込んだ。
土台作りが実は一番時間かかるんですよね。どんな映り方してるんだろう。ちょっとずつ丸になってきました。ちょっとちっちゃいかもね。そんなことないか。元がほぼできました。で、ここの継ぎ目があるんですけど、
そこは多分この色とかを重ねる場所になってくるので、こんな感じでまだ大丈夫です。はい、それでは素材が大半完成したので、次は色付けの作業に行きますか。はい、黄色いよな。まあいっか。それで行ってみよう。行ってみます。中段階がやばい、爆発した博士みたい。ちょっとちっちゃいな。いや、まだ大丈夫か。大まかな
この輪郭だけまず作りました。産地うまいな。もうちょっとやっぱ土台が必要だったかな。まあ代用しよう。まず先鼻作ろう。いやほっぺた作ろう。いや鼻かな。いやほっぺたかな。鼻かな。ほっぺたかな。まずはちっちゃい楕円の丸みたいなのをまず作って貼り付けるが。なんで産地こんなうまいんだろう。一旦黄色いの取りますね。土台が全然足りないや。
タも取ろう。難しい。丸をまずいい感じに作らなきゃ。ちょっと丸になってきました。いい感じに形が整ってきました。丸っぽくなりましたので、もう一回こっからつけていく作業をします。多分前回ほっぺたからつけたかもしれないから、ほっぺたからつけますね。さっき色からつけたけど、作ったんじゃろ。私がこれをいつ作ったか覚えてらっしゃる方いらっしゃいますか？
多分ショールームでは見せてますよね。家族ラインで家族に送ったかも。5月15なの。3ヶ月前か。ちょっとほっぺができました。なんか違うな。まあいい感じになるか。
もうちょっと頭を出します。美味しそう。今日は暗いですね。なくなってきた。どんどんいっぱい刺すから。さっきよりはいい感じに。大きいのをつけてからくぼみは後で調節するんです。
がつきました。でもちょっとまだ悪い形してますね。感じになってきた。ちょっとほっぺたがダメだな。鼻と今作ってるほっぺたの間を埋めていきます。サンチうますぎる。どうやって作ったんだろう、昔の私。だんだんと近づいてきました。一回鼻のくぼみとか形を今まで3本の方でやってたんですけど、1本でやっていきます。
光の切り込みが入りました。見にくい、わかる、このちょっと見えるね、ほらハート型みたいな感じですね。でちょっと周りもいい感じにしていきます。写真を見たらもっと鼻の印象が強めなので、鼻の周りをもうちょっと増やしていきます。山中うまい。